はい、じゃあ続けてやっていきましょう。記録して続ける。結構セーブポイントがいっぱい出てくんな。なんか章ごとというか、やっぱ1日ごとにセーブしてるからな。そして放課後、カラコロカラコロロン。これはなんかチャイムの音らしいから今更知ったけど、ニャスパ火炎の灰や定時退社マンじゃん。やった、終わった。広場に行こう。グラチュー、電流を探して弾を渡そう。弾を渡そうってなんかすげえ変な意味に聞こえるな。おっ、カモネギ先生よ。はい、手紙の走り方クソ早かったな今。そうだ、グラチュー、そういえば隠れ家の店でもこれと同じようなものを見た気がする。グラチュー、隠れ家に聞いてみよう。隠れ家は何か知ってるかもしれないよ。ほい、この玉は何ですか。いらっしゃーい。今日買い物じゃなくてこれ見てほしいんだけど。隠れ家に電流の落とし物を見せた。いや、これはつながりオーブですね。つながりオーブ、はい。ポケモンたちはみんなつながりを持っています。知り合いだったり友達だったり、そんなポケモン同士がつながっている線、カッコラインを、このつながりオーブは映し出してくれるのです。え、ポケモンたちの関係が分かっちゃうの？そうなんですよ。不倫とかそういうのが分かるってことですね。お客さん、これってもしかして今朝の、電流っていうポケモンが落としていったんだ。届けてあげたいんだけど、どこにいるか分からなくて。隠れようなら何か知ってるかと思って連れてきたんだ。今朝のものはやっぱりそうでしたか。なんかそんな感じはしたんですが、でも残念ながら私にも分かりませんね。つながりを持っているというと、私たちのように商売しているものか、あるいはワイワイタウンの調査団だと思いますが。え、調査団？電流ってポケモンなら、ちょっと前に村の出口ですれ違ったぜ。本当？ありがとう。グラチュー、行こう。行くか、電流を倒しに。道具は早整理したばっかだからいいかな。はい。お、じじい。あ、おじい。お、ゼニガメか。何やっとんじゃ、こんなところで。ポケモン探してるんだ。お前もポケモンだろうね、おじい。黄色くてフラフラして歩くポケモン。フラフラ歩くポケモン見なかった。黄色くてフラフラ歩く。あ、そういえば見たような。オレン畑からの帰り道にすれ違って、あれはそうじゃ、確かニョロボンリバーに行ったような。そっか、ありがとうおじい。まさかお前たちニョロボンリバーに行くつもりじゃ。ダメじゃ、危険じゃ。あそこはニョロボン三兄弟という凶暴なポケモンたちの住みかなんじゃ。ニョロボン三兄弟ってめっちゃ弱そうだけどな。子供の行くところではない。わ、分かったよおじい。これ分かったといつ行くパターンだろ。いいか、絶対ダメじゃぞ。絶対に絶対に絶対にダメじゃからな。わ、分かってるよ。いなくなった瞬間、行こうグラチューっていいパターンでしょ。おじいは飽きたけど、行こうニョロボンリバーへ。やっぱこいつとんでもねえやつだな。え、だってつながりオーブ渡したい人に僕電流に聞いてみたいことがあるんだ。だから行こう。おじいには内緒でニョロボンリバーへ向かいますか。まあ行くべ。行かなきゃ話進まねえからな。ニョロボンリバー地下1階。あー、で男女も意見を聞いてみた結果、まあ倍速編集でいいよって話だったんで、基本なんかラストダンジョンとかに、まあなんだろう、物語にめっちゃ関係するダンジョンじゃなければ、基本は倍速編集でいこうと思います。カットも考えたんですけど、不思議のダンジョン実況なのに、不思議のダンジョンカットするってわけわかんないなと思ったんで、とりあえずは倍速編集でいきます。まあ、ただちょっとそこは絶対にそういう風に、なんだろう、絶対に倍速で編集しますよって話じゃなくて、曲、まあ、そういう風にすることも、ことが多いですよっていう話かな。はい。まあそんな感じで、はい。ちょっとずるかこれ。はい、でエレキも、あとね、倍速のその速度は一応1.5 倍で考えてますね。まあ、いろいろちょっと考えたんですけど、 1.5 倍自分で聞いてみたら一応何言ってるか分かるレベルの倍速なんで、まあ、なんでね、一応まあ 1.5 倍でいこうかなっていう。まあもっと早くするときもあるかもしれないけど、あんま早くすると何言ってるか聞こえないんだよな。まあ自分で遅くしたら聞こえるかもしれないけど、多分ギリギリ聞こえる程度がまあいいんじゃないかなという僕の勝手な判断ですね。まあ分からん、そこはちょっと分かんないですが、一応それでやります。タイプご利、あ、これなんかあれだな、タイプご利用しはタイプがき、なんだっけ、相性無効のやつにも使える的な。で、ノーテンリングのゼニガミを出せよう。はい、なんだ、下の方にガズリが、あ、行き過ぎたなこれ、寄ってくるじゃない。オッケー、ヤケットマンモリ。ゼニガニはどっちでもいいけどな、これ。まあでも、とりあえずガチ、周囲にはめとくか。攻撃リングで、ほい。なんだこれ、ちょっとめんどくせえな。そういえばなんか、ガイドの枝とかあったから、あれ、次のガイドまで使ってもいいかもしんねえな。あ、こうやってこれ、乗ろう。あんまり乗ってくるゼニガニ。乗ってもらえ、乗った。ちょっと来た。はい。ちょっとだけタイプゴリ押しで持ったの、ほい。ちょっとずれるか、これ。泥かけ、お、まあまあまあ、ここは結びで倒しに行く。はい、これ取ったね、タイプゴリ押し。効かねえ、全然。
多分これそうだよな。威力アップが、あ、まあでもいいや。これ攻撃リングにつけて。これ確か激しい回転も強かったし。あ、きすぎた。じゃあもう任せよう、ネガネ。これ先に進め。頑張れ、ネガネ。前だったらまた逃げる。これ先に進むぞ。何も落とさなかったな、あいつ。右。あれ？ここ行き止まりじゃん、完全に。ってことはどこだ、これ。あ、右か、ここ上行って。そこを上だと思うんだけど、これはまず横玉、ゼニガニの水鉄砲。やっぱ色カバーって結構パワー上がってる気がするな。ちょっと吐きはまあいいや、ドンスクになったほうがいい。いいね、次ね。電車効かないぞ。激ピョン 4.5 石か。その速さになった、はい。ここあたりじゃないかなと思ってるんですが、あったな。光の玉、はい。だから、寝てるポケはね、スルーでいいんじゃないかって言われたんで、スルーします。PP 音の単にスルーすることも大事みたいなんで、ここめっちゃ落ちてんな。まずガズリが欲しい。もうはいいや、別に。これなんだ。あ、これが欲しかったんだよな。これでガジンつけて。まだあるな、下の方に。下に行って。あ、消えちったな。まあまあいいや。階段があるから。はい。で、だから道具はまあ使わない方がいい意見と、使った方がいい意見がある気がするんですけど、使っちゃうかな。はい。ガイドの枝。右上の方に結構遠いな。あ、なんだ。なんだこれ。めっちゃ食わなかったか。マジかよ。なんだ今の。これはゼニガメに使おう。これ、いきなくなっちゃったな。なんだこれ、強くねえ。なにこれ、何が起きてんの。ちょっと待って。やべ、なんもねえ。あ、これがあるんです。これ使っちゃうから、いきなりだけど。ちょっとさすがにやばすぎる。だからやべえポケモンがいるから、これ使っちゃいました。で、進んでしまおう。やべえやべえ、なんだったんだ、でも。てか、ガイドのやつ使う意味がなかったな。オレンもなんか無駄に使っちゃったかあったし。ちょっとやらかした。しかも、コインか。で、意識温存のためにも、まあ、戦わずっていこうと思ったけど、来ちゃいました。何で今これ持ってたんだ、僕は。結構。これさ、きついぞ。あ、使えばよかったな、ガイドの枝。もう近づきたいとこだけど、ひるめ。ほい、死ね。よっけ、よっけ。レベル上がったらここで、全員が出た。技は覚えないけど。で、変なお前何をやってるんだ、さっきから。援護しろよ、俺のこと。ほい。あー、死んだ、これ。助けて、オッケーオッケー、サンキュー。復活のためがありますからね。キビゼロになった、まあ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 。なんかさ、めんどくせえ。めちゃめちゃ強かったんだけど、あいつ何だったんだろうな、エレザード。かまいたちだからなんかがクソ強かったですね。何なの、あの技。わからんけど超強かったし、ガイドの使えばよかったことに今気づきましたね。今のもなくなってんのか、まあ電気石火で。お、石火別にどうでもいいな、正直。いい、すみません、ちょっとな、いきなり苦戦気味ですね。さっき、あ、いいじゃん、店があるな。これなんだ、回復リングル。あ、これちょっといいな、回復リングル。これは素早さ、素早さ正直どうでもいいんだな。素早さは別にいいって感じ。でも今金いくら持ってんだ。574円。やべえ、足んねえ金が。売れるもん大してないし、もうダメそうですね。回復リングちょっといいなと思ったけど、無理そうだわ。また今度にしよう。集まれ玉。あれ全然わかんねえ道が。左、西の方が。あ、いたのは。確か全然気づかんかった。あ、そうで、この場所ないのか。はい、悪い相性交流した。あ、そうか、今一つでもなんか当倍ぐらい取るってことなんだね。歩けず状態、歩けないけど道具は技は使えるぞ。はい、いや、治療してくれた。サンキュー。いや、ここ帰ろうもなんもないからな。北じゃ南西の方に行きますか。左下。ルクシオ、なんかちょっと強そうだな、こいつ。あれ、これも使えないのか。電光石火じゃ。当たんねえ。充電。味方が威力上がった。これ仕留める。うわ、当たんねえ。強い、一撃ってお前。マジかよ。強くねえかな、さっきから敵が。なんでこんな強いの。死んでくれよ。マジやれ、これしないや。倒せ。オッケー、危ねえ。敵がやたら強くね、さっきから。お腹も減ってきたし。階級ないしさ、復活のタイムもないじゃん。ただのため食うか、とりあえず。また世界一を食うとなんとかって言ってましたね。SP が上がると言ったから、これ食ってもいいかな。ただ、今食うのもったいない気がする。まあ、お腹だけ今んとこそんな困ってないから。もっと減ったら、30って結構減ってんな。20元やったら食いますか。これ、ご利用せ。オッケー、オッケー、オッケー。ここ敵が強いから気をつけなきゃ。プチ復活持っててよかったら、もうなくなっちゃったかな。地下5階なのに敵がいるな。まずガイドの種、ガイドの枝をちゃんと使おう。ほい、右上。あ、これ すげえ忘れちゃうからな、なぜか知らんけど。右とは言っても右上に行ったところで進めるか分かんないって、まあ、結局進めるんだろうけど、ここは有機棒で。オッケーオッケーオッケー。 PP0 になった。ちょっと困ったな。まあ、PP エーダーまだあるから伸ばしちゃうからちょっともったいないけど。ほい、でも中が今どんなもんだ。あ、下にいんの誰。あれ、ルクシオって、ルクシオやべえぞ。そいつはやべえ。なんかないか。あ、ガイドの枝があんな。え、ガイド、縛りの枝があるから。ちょっと待って、こいつはスルーしよう。意外と場所変わって。いけんのこれ、実は。いや、無理そう。ジンガミ死ぬぞ。いや、倒せるか。充電。でも、一回使おう。一回硬直させ、いや、結構殴ってたらいけるかも。電光石火。あ、OK、ギターはよかった。あー、もうまた。ジンガミ死ぬじゃん、これ。
構わなくてよかったわ今の。なんで変わった。ディフェダメージが減るぞ。知らんわ。サムスでやるよ。ほらよ。HP がさ、あんまないんですよ。倒せねー。倒して。これだったら落とせる。オッケーオッケーオッケー。で、俺完全にオレン不足だな。あの部屋にオレンの実があることを祈るしかない。なんだ。あ、お腹減ったって。これ使うか。世界一。限界が増えるらしいからな。150。この間のこのボケだけなんだな。説明にさ書いてなかったような気がしたけど、ガイドの枝、まあ、これはあっても損しない。お、あるな。これ復活の種か。オッケー、サンキュー。飛ばし返し、さっきワープさせる。いいね。これはデリアルに続くか。もういい。もう一個あるな。アイテム拾った。わかんない。なかったかも。この部屋にアイテムがあるから。お、リンゴか。これはなんか言ったら癒しですね。寝てるやつはスルーした方が癒しいんでスルーします。アットイベント、あ、経験ゾーンか。まだ、まあまあまあ、ちょっとここはアイテムを整理しますかね。まず預ける。ちょっとは言っても預けても飲むのにそんないらんか。飲むのに1個預けて、あとはくぼみの玉、これいらんな。預けとこう。形状、これも預けとくか。集まり玉もその多分使わんから預けちゃおう。はい。で13、あと一応あと11個持てるけど、なんかプチ復活はあってもいい。これは結構死ぬから正直2個でいいかなよ。あとはオレンの実、これは3個ぐらい。 PP 系はあって、んで弾を持って、敵が強いんで餌と弾、ワープの枝、飛び込みの枝、しのぎの枝、これちょっと持っていくか。枝はちゃんといくつ持ってるから8個持って、玉もちょっと持っていこう。爆水玉でいいかな。あとフラフラ玉も持ってきますかね。これであと2個持てる。まあこれぐらいだったらいいかな。うん、これでいきますかね。はい。いや結構苦戦すんな今作。ちょっと難易度が高い気が。敵は1匹だけど道具がいっぱい落ちてる。あー出た、それか。いきなりか。なんかこれ強すぎんだよな。爆水玉にちょっと寝ててくれ。強すぎんだってどう考えても。使うしかないよな、だって。え、使いたくな。で、冷ました。あ、やめろ。もう、はめる。目覚ますね、お前。フラフラ玉使うか。敵があっちか。あ、そう、これ関係ねえな。待って、これ敵まっすぐにいるよね、これ。あれ、敵どこ行った。あ、これ、まさか、自爆したのか。混乱から戻った。敵どこ行った。消えてねえ敵、まあいいや。あ、オッケー、プチ復活ありがてえ。リンゴも拾っとこう。こいつも強いんだよな。エレザートがさ、尋常じゃないから強くない。どうしたらいいの、あれ。おらよ、倒せていかね。オッケー。聞けばエレザートは避けたい。もう階段ある、さっさと行っちゃおう。どこで撃ってんだ、あいつは。右下にいるやつ、もしかして。いや、先に。あー、危ねえ、よくよけた。どうする、これ倒すか。なんとかできるか、エレザート。倒すか。いや、やめとこう。進みましょう。はい。でもこれまだ出てくんだろ、レザード。あ、アイテムがいっぱいある。ちょっとアイテムは拾いたい。いいね、リンゴ。あ、ケチった。カバイリングルってなんだ。あ、だめ、かばってくれる的なのいらないな、それ別に。ミンチの味方の顔に攻撃を受ける。なんかネバネバパワーってのがついてますね。正直いらんな。リンゴめっちゃあんじゃん。ただの種は食っちゃおう。ちょっとでも腹の足ししますか。お腹が膨れた。まあ、お腹全然あるけど、まだ余裕あるけど。アイテム、コインか。まあ、金いっぱい貯めればいいものが買えるんで。エレザードマジで勘弁して。あ、そしてまたガイドの枝忘れてた。パス棒使っとくか。これ人も忘れちゃうな、ガイドの枝振るの。おい、いや遠い。動揺したいんだ、これ。電源押すか。押して斜めになって猫玉。逃げた、こいつ。逃げたぞ、こいつ。なんで逃げた。おい、これちょっとあんま良くなかったな。電源が攻撃できない。まあいいや、通したし。これは放置して、これをはめる。発軍ヒット、急所に当たりやすい。そう、ほう。これグラチューでもいいかもな。結構撃ってるし。で、これは PPA だ。はい。で、敵が、敵じゃない、階段右側の方にあるんで、これは戦うか。まず空振り。近づかせて、猫玉。近づかせる、これ。これで押し場、オッケーオッケー。敵がいるな、種が欲しい。誰だ、敵。交換しよう、なんかと。拾えなかった、待って、交換しよう。交換したいけど、敵がいるから。フラッシュを使うことじゃないな。誰、敵誰だ、あれ。見えねえぞ。エリザードだったらやべえから。使っちゃうか、これ。クラブか、だったら終わったな、これ。交換しようなんかと。いらないってもあるか。あ、リンゴ、これのリンゴと交換して、このリンゴ食えばいいや。はい、まあ、リンゴ関係ないですよね、正直。この冒険もパワーアップしてるし。あれ、これいけないの、マジかよ。あ、だってよく見たら、あれ、相手のあそこの階段の部屋、下からのルートしか 見えてんじゃん。僕の目が腐ってましたね。右から回って、敵がいるな。あ、クラブか、オッケーオッケー。これは、まあいい、あってもいいけど、他に交換するものもないような気がするんで、いいや。ちょっとほっとく。あ、待って、ルクシオか。ルクシオは別にいいな。敵めっちゃいいんぞ。まずやルクシオ倒しよう。で、倒そうって言っちゃった。倒そう。ルクシオ。パーク、強いけど。ルクシオもう一匹いるかな。
ッケーで近づかせて、これはまず猫玉、全然ゼッパ入んないな。エレキボール、ちょっと倒せるか。オッケーオッケー。でコインか、寝てんのは放置でいいかな。はい、落ちてんなあそこに。クラブの実、混乱守り、混乱状にならなくなるぞ。まあこれは次ガメでいいかな。2ガメやっぱり結構いっぱい入れるからいいですね。これいっぱいでもしてんじゃん。 PP エイダー飲んじゃうか。これそんなに減ってないけど、これ他にもいいアイテムいっぱいありますからね。バックレスターこれ欲しいぞ。交換しよう。カゴとかいらんか正直。多分食えんのかなカゴって。もしかしてお腹が足されるみたいな。これは欲しい。なんかと交換しよう。プチュッカツは絶対使うし、記憶喪失も何で持ってんだろう。これいらないよな。預ければよかった。モモがいらないか。はい、もうこれ食っちゃおう。はい、お腹が膨れた。そしてまたガイドの中に忘れてましたね。これ食っちゃうか。一旦消費するんだったら出た。いいダメージ。全然入んねえだろうな。吸い取る、やめろや。もうエーキボール仕留めるか。あ、当たんねえ。これ落ちるでしょ、これ。オッケーオッケー。で、右左下の方なんで、これ撃ち出せる。猫魂し、切るんだ。オッケーオッケー。エーキボール、いいね。レベル上がったらいい技覚えませんか。あんま覚えねえ。まあレベル上がっただけでもいいや。左下の方に行きたいが、このルートが合ってるんだろうか。混乱守りを跳ねますかね。もうないじゃん。猫つける、これ猫つける意味あんのかな。わからん。なんか落ちてますね。銀行か。これ売ったら高いからな。交換しよう。チームじゃないっしょ。もう食っちゃいけない。食っちゃい。あれ食わないの。まあいいや。はい、多分地下10階までだと思うんで。お、めっちゃ落ちてんじゃん。待ってよ。地獄耳敵の場所。あ、これちょっといいな。上書きしよう。なんかね、なんかこれ銭がでもいけるのかな。もしかして、わからん。いっぱい落ちて、とりあえずここは拾いたいから上書きの弾使っちゃおう。結局攻撃やめろお前マジで。めっちゃ逃げるじゃん。やめてよ。これ割れちゃうじゃん全部。あれ全部割れちゃった。くっそ、こいつやってくれたな。ぶっ殺してやんよ。そういえば電気技使ってませんでした。全然忘れてたわ。電気技の存在忘れてた。近くに久しぶりに。全然普通だった。存在忘れてた。連携技とかいいやつ。リンゴ手に入れた。はい、お、落ちてんじゃん。 PP エイダーか。これ交換するものあるかな。でも PP エイダー系は欲しい。あのものがいらないわ。これいらねえわ。はい、お、やっとなんかイベント発生ゾーンまで来たな。だいぶ奥まで来たと思うんだけど、ここまで電気見かけなかったってことはさらに奥まで行ってってことなのかな。まあいいや、もうちょい進んでみよう。これニョロボン3兄弟が出てくるじゃん。ボーン、ボボーン。ニョロボン、え、ニョロボン何だって。全員ニョロボンなの。普通にニョロボン、ニョロゾ、ニョロボンかと思ってたんだけど、ここ俺たちの縄張りボン、さっさと帰るボボン。あの、僕たちポケモン探していて、うるさいボン、俺たちはニョロボン。ニョロボンリバーのボスだボン。それは違う、俺こそがニョロボン。ニョロボンリバーのボスだボボン。それも違う、俺こそがニョロボンで、ニョロボンリバーのボスだボン。仲間は起こしてんじゃん。ちょっと待って、俺たち違くねえか、そっちこそ。なんか燃えてるみたいだね。とにかく、俺たちはニョロボン3兄弟、覚悟するボン。グラチュー来るよ。手強そうだけど3匹にはなんとかなるかも。その考え甘いだボン。イデオ出しの子分な、何？いや3匹でもきつくねえか。普通になんか死神大丈夫って言ったけど、ニョ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 。あ、ニョロモとかもいいんだ。ニョロー子分って、子分1匹だけ。ボスが3匹なのに子分が1匹だけって。え、うるさいボン。とにかくどっち見てやるボン。行くボン。ちょっときついんだよこれ。3匹でもきついけど追加ニョロモがいるからな。締め切りで爆発が起きなくなった。これ待って、爆発なんて使えないのかこれ。もしかしてわからん。あれ、もうあれがないのか。あ、なんだっけ、あの弾が。だから待てよ、どうしたいこれ。まずニョロモを倒しておきたい。斜め下に落ちて降りて、まずはそれ倒そう。で出た、ビルドアップ。まずいな、雨乞い。これなんか天気関係ねえつけてなかったっけ。天気画面関係あった方がいいんじゃない今。まあいいや、水技のパワー上がるとか言ったけど、まあどうでもいいや。とりあえずこれは縛る。こいつを縛って、多分すぐ溶けちゃうけど、じゃんないよりはマシだと思って。でここ猫玉、まずニョロモを倒せ。おい倒せよ。ビルドアップまずいぞ。ちょっとめっちゃ攻撃とか上げてんじゃん。おい当ててよ。印象守る、まさ効かなくなった。待って、こいつちょっと一回ワープさせよう。で、そいつ倒したいけど、まずはあ、もう俺か。
まずはそのニョロモを倒す、ザコを倒す。おい当てろよお前、そこは落ちねえし、どんどん強くなっていくじゃん。これ戦法ミスったか、なんか消えたか。わっだからここは回復させるか、死神を。これちょっと戦法ミスったかも。あ、どっか行った。オッケーオッケー、よかった。でもさ、まず倒し、ザコは倒し、先倒しておきたい。なんで当たんねえの、もう当たんなすぎだろ。そんな当たんないことある。さっさとニョロボを殴ればよかったけど、これ絶対もうあと一発ぐらい死ぬんですよこいつ。あれ待って、電光石火って、あ、オッケーオッケー。で、まあこいつ守ってるからどうしようもない。こいつに対して一旦他に吹っ飛ばす、うん、ゼニガメこいつを一斉に叩くぞ。ゼニガメその場所が移動してきてるから、レッキー技使ったら、あ、どこ飛んだ。オッケーオッケーオッケー、ここはエレキボール。ほらよ、俺の身はゼニガメでいい。はい、オッケーオッケーオッケー。でめっちゃくんじゃんって、 下のやつは飛ばす。2匹攻撃、2匹に殴れるのまずいから、まずはこいつは吹っ飛ばす。した時の早、オッケー、ピ倒した。でここは連携技で倒しに行く。ほらよ、オッケー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 、ビルドアップ。であと1匹ですね。ちょっと移動してほしいな、そこ。まあいいか、ピカチュウ上に移動して、でここから守る。あ、それはいいよ。じゃその間に回復しちゃうかな。これだけもったいないな、そんなことするほどでもない気がする。これ回復さ、守るときに枝投げたらどうなんだろう。やってみるか、ちょっとこれ。あ、枝は効くんだ。ほい、全員のそこ邪魔なんだけど、守る。あ、じゃあいいや、右上に移動して電気技で投げる。それ大して効かねえから、お、これ落ちるだろ。あ、倒せねえ、倒せ。オッケー、なんとかなりましたね、なんとかなったわ。いやー、いい勝負だった。やった、ギラチュ今のうちに奥へ。いや、これまだダンジョンあるの、もしかして。ギラチュ危ない、ガーボン、うわドカボン。お、電流さんありがとうございます。さすらいのスタイリッシュ旅ポケモン電流ですよー。あ、そうで、電流危ないところでしたね。やれやれ、油断は禁物ですよ。いた、電流、よかった、探してたんだよ。ほ、私どうですが、そういう君たちや村の子供たち、私何のようでしょうと。その前に、ここは一体どこなんでしょう。え村をいろいろ見て回っていたはずなんですが、気がついたらここにいまして。はあ、まあここで終わりますかね。ということでお疲れ様でした。